動き出せね。オフサイドをかいくぐった宇野瀬、入れてきた、ファンビジャの前、オンゴール。中谷慎之助のオンゴール。ただこれは佐藤さん、クロスを褒めるべきでしょうね。いや、宇野瀬の飛び出しのタイミング、そしてねタイミングは合わなかったんですけど、もう一度オフサイドラインを動き直してコントロールしたんですよね、はい、ここで一度、これ今一瞬動き直しましたよね。それとこのファンビジョのこのポジション取りが最終的に中谷を慌てさせましたね。下がりながら